皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうかニュークリエーションチャーチの三好役勲です今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう本日は2022年8月11日の木曜日聖書の箇所は旧約聖書創世記6章1節から10節タイトルは罪に満ちた世に対する創造主の嘆きと決断です 私たちが創造の秩序としての結婚それについてイエス・キリフトを通して回復させられていくそのことをご一緒に教えられてまいりましょう創世記六章一節から十節さて人が大地の表に増え始め娘たちが 彼らに生まれた時、神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれ自分が選んだものを妻とした。そこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久に留まることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしよう。神の子らが人の娘たちのところに入り、 彼らに子ができたその頃、またその後も、ネフィリムが地にいた。彼らは、昔からの勇士であり、名のある者たちであった。主は、地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして、主は言われた。 私が想像した人を、知の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを悔やむ。しかし、ノアは主の心にかなっていた。これは、ノアの歴史である。ノアは、正しい人で、彼の世代の中にあって、全き人であった。ノアは、 神と共に歩んだノアは三人の息子セム・ハム・ハヤベテを生んだ私たちがノアの洪水の物語を見るときに「地は堕落し暴虐に満ちていた」って書かれてあるわけなんですけれども一体どういう意味でその暴虐に満ちているのかもちろんいろんなことは考えられるんでしょうけれどもしかし私たちがこの聖書の中に「この梅をふえよ地に満ちよ」って言ってですね 人間を神様がお作りになってそして男と女に想像してそしてうめよ,ほよ地に道をでそれがですねこのだんだんと広がっていってこの暴虐が満ちるっていうだった時に、まあ、今日のテキストはですね非常にこの、まあ、重要だと思うんですね。それどうしてかっていうとこの一節のところに「さて人が大地の表に増え始め娘たちが彼らに生まれた時神の子らは人の娘たちが美しいのを見てそれぞれ自分が選んだものを妻とした」。 あそこで主は言われた。私の霊は人のうちに永久に留まることはない。人は肉に過ぎないからだ。だから人の弱いは120年にしようってこういうふうに言うんです。一体これどういう関係があるのかって読んでてですね、ちょっと疑問に思う人もいると思うんです。で私はですね、常々人生120年って言ってましてですね。<laughs> 俺は120年生きるんだって言って,ね <laughs> 言ってるんですけど、それどうしてかっていうとですね、ここに書いてるからなんですけどね。<laughs> でもそれは本当に神様がですね、 でどうして120年なのかって、えー、言ったら最近もあるお医者さんとですね話したら今可能らしいです1二0年生きるのですね <laughs> でもさ神様が認めお,お許しになったらっていうことなんですけどでもここで重要なことは何かっていうとですねそれはこの神様がこの人間をこの永遠に生かさないと、えーね、そしてあのどうしてかって言ったらこの罪が広がったからだと、えー、で洪水だとこういう話なんですよね。 でどういう罪なのかっていった時にこの「神の子らが人の娘たちが美しいのを見てそれぞれが自分の選んだものを妻とした」って書いててえこれ一体何が悪いんだろうかっていうことになるんですけれどもでもよく考えてみたら私たちがですね結婚について聖書の創世記の一章から教えられることですねこの神様がですね男を作ってそして女性,をあ女性を作ると。 で,、ね、でそのそして、まあ、男がですねこうしてあその人は父と母を離れ、えーえー、妻と結び合い二人は一体となるっていうです、ね、この結婚のこの想像の秩序これとは違う姿が描かれてるわけですよね。 神の子っていうのは誰かって言った時に、まあいろんな解釈が歴史の中にあるんですけれども、ここではまあおそらく権力を持った支配者ですよ。人間と人間との間に、この権力を持った人が現れて、そしてその人たちがですね、このまあ自分の好きなようにこの娘たちを得る。そういうような姿ですね。産めよ埋めよ地に満ちよっていうものが結婚の想像の秩序とは離れて、ただ増えていくと。 だからですね、もちろん一夫多妻制もそうかもしれないしいろんなですね、性的なこの、うん、増えればいいわけですからねこの神様の見心に合わないそういったものっていうのがですね、ここで容易に想像されるわけですよ、ねで。すると私たちがここで、まあまあ、フォーカスを置いてですね、教えられることは何かっていうと、まあ、そうしたらイエス・キリフトを信じるときに私たちに与えられるのはこの悪が増大した状態。え 五節に書いている主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪に傾くのをご覧になったという、その状態を、この、ひっくり返す。ですね。で、ひっくり返すときに、その重要なファクターは何かって言ったら、それは結婚の秩序、創造の秩序が教える結婚、それが壊れていったものを、またそれを回復するんだというふうにしてですね、この理解することができると思うんです。で、 でそれはマず第一番に何かっていうとその神の子らっていうのはこのもちろん最初の人間は神の形に想像されているわけですからある意味で神の子ですねでもここで言ってる神の子らっていうのは人間が自分を神としている神のように権力を持ち力を持って支配するでこれがそのまあ男性と女性の間にも起こるもちろん人と人の人間と人間とはない全ての起こるんでしょうけれども この結婚ということに考えてみたら妻は夫と同じように神の似姿に創造されているということを、まあ、え認めるようになるということです。妻は支配の対象ではないということです。そして所有物でもないということですよ、ね。そうではなくてイエス・キリフトを信じるときに自分が神の形、神の似姿、それが 回復させられていくようにやはり妻も同じように神の形に創造され神の似姿なんだということを認めるこれがその創造の秩序における結婚の回復まず第一番目のポイントです。お互いに妻は助けてとして作られるけれどもしかしお互いに神の形であり神の栄光を求めるためのパートナーであるこれがまず第一番目ですで。第二番目は何かっていうと第二番目はこの。 神の子らは人の娘たちが美しいのを見てそれぞれが自分の選んんだものを妻とした,ったんですで実はですね聖書の創世紀のですね「創造の地」てくうんではたくさんいる中で選んだわけじゃもちろんまあ最初だからねそうかもしれないけどでもポイントは何かっていうとアダムが寝ている間に神様はエヴァを作ってそして人のところに連れてくるんですよ。でこれは 主が選んだ女性と結婚するっていう、まあ、そういうふうに理解できるわけですよ。主のご計画によって結婚するんであって、自分の好き勝手やってるんじゃないよ。えこういうことです。ですからですね、この、まあ私の妻は確かに美しいですけど、<laughs> でもですね、美しいからといって結婚したわけじゃないわけですよね。神様の御心だと確信したから結婚したわけです。で、 でこのことはですね、この非常にこの重要なポイントになってですねこの神様にお祈りしそして確かにこれは神様から出たことなんだという神様のご計画によって結婚するでそれによってですねこの2人は結ばれていくだからですね結婚式の時にその神様前に約束すするわけですよね、えー。そして神様はど,ううどのようにして2人を結婚に導いたかということを 証しして、そして神様の前に結婚の約束をする。で、で、それはどうしたかって言ったら、主が選んだ女性と自分は結婚する。まあ、女性の場合も自分がまあ選ばれたわけです。神様に選ばれてこれ人と結婚しなさいってなったわけですから、その神様の御心によって結婚するんだって。ここで言っている神の子らは人の娘たちが美しいのを見て、それぞれが自分の選んだものを妻としたということではないということなんです。 で私たちがもしですねこの神様の御心によって結婚するとしたらですねそれはこの神様はこの「ノア8節に書いている「しかしノアは主の心にかなっていた」書いてあるようにその神様の御心にかなったこの人生というものを生きていくことができるんです。で,でそれは何かっていうと彼の世代の中にあって全く人であったノアは神と共に歩んだっていうことです。 自分が好きかってやったらね自分が好きな人と結婚したから、えー、嫌いになったら離婚するのかってこういう話になりますよ、ね。自分がですねこういう条件の付けてこういう条件だから結婚したってなったらですね条件が合わなくなったらですねそしたら離婚するのかって話になります。でもここで私たちはですね想像の秩序は神様が連れてきた神の導きによって結婚したので神と共に歩む結婚ってことになるわけです。でそれはどういうことなのかっていうと妻と共に 二人はもちろん一体となるっていうその一体となるという状態がずっと続くっていうことです。そして共に神様に近づくことによって二人は近づくそして共に祈ることによって二人は一体であることを大切にする。でそのことをですねこの覚えるときに私たちはですねこの結婚を通して創造の秩序が回復させられノアの洪水の前提になっていた暴虐に満ちていた状態 心が悪に傾く状態その状態をひっくり返して神様の創造の秩序を私たちの人生の中にそして私たちの家庭の中に私たちの,この社会の中にこの回復させられていくその素晴らしい見業が現れているということを私たちは明かしていくことができるんです。ノアは3人の息子を「セムハムやふえて産んだ」ってありますけどたとえ子供が与えられなかったとしてもその結婚ですね男と女が夫と妻が神様の前に これ結婚しそして一体となってそれが死に至るまで続いていく神と共に歩むその素晴らしさというものをもし経験するとしたら本当にこのイエス・キリフトを信じる人生そして聖書の創造の秩序を回復する人生その素晴らしさを私たちは経験しそれを明かしていくことができるでそのことをぜひ覚えていきたいと思います。 いかか。がでしょうか私たちが今本当に、まあ、未婚時代と言われるような時代にあってですねその聖書が教えている結婚それを見いだしていく時に本当にですね、まあ、たとえお金がなかったとしてもやはりたとえですね仕事がいろいろ大変だったとしてもいろんな人生の困難なこといろんなことがあったとしてもしかしその結婚を通して創造の秩序というものが回復させられていく時に本当にですね神様の祝福が満ち溢れていくことを経験していくと思うんです。です,から是非ですね、このことののとために祈り、 そそそしししててててのこととを祝福として捉えそして神様に求めていくもちろん独身として示されている人もいらっしゃいますけれどもしかし創造の秩序をもう一度ですね今日覚えてそして祈っていくそして結婚している人もその結婚神様から与えられたものとして神と共に歩むその結婚生活さらに求めて生かしていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様あなたの素晴らしい恵みによってイエス・キリストを信じる人の人生の中に 創造の秩序が回復させられていくあのノアの洪水の前提となった梅明不明地に道をが堕落してそして結婚の関係があなたの御心ではないものになっていくその中にあってイエス・キリストを信じる私たちのうちにこのけ結婚における想像の秩序を回復させてくださいそしてそのことが祝福となってそして証しとなってあなたの栄光が表されるように神様さんどうぞ私たちを導いてください。主イエススキリストの名前によってお祈りします Amen.